はい、おはようございます。栃木の竹市農場です。今日もね、ちょっと日光方面、紅葉のね調査に行ってきます。で、今日はね昨日行けなかった霧降高原と栗山、あの辺をね、ちょっと見ていきたいと思います。今5時です。昨日よりもちょっと早いですね。で、燃料も満タンに入ってますんで、はい、これから行ってきたいと思います。昨日は300キロだったんだけど、今日はそんなに走らないと思うんだよね。だんだんね、年取ってきますと気力も衰えてきますんで、まあ、元気のあるうちにね、やることをやっておきましょう。今日もよろしくお願いいたします。いつものようにね、往路は、新4号から119号線、そして田原街道、玉入経由で大座さえ登って霧降高原を走って、その後栗山湯西かな、行って、まあ、戻ってくるという工程で行きたいと思います。だんだん走ってるとね、昔走ったコースを思い出してきますよね。昔はねカーナビなしでも行けたんですけど、今ちょっとカーナビないと少し不安です。まあ今日はね日曜土曜日かなんで、ちょっと人出が多いと思うんで、本当にもうただ車でさーっと流す程度でね、寄り道を合わせてに行きたいと思ってます。いやー結構走ってますね。まあ、ちょうどそういう観光の季節ですからね、しょうがないよね。珍しく頑丈地の交差点で捕まりましたね。ちょうどいいタイミングで青になりました。今日はね、もう燃料満タンになってますんで、昨日23、4リッター走ったっていうか使ったんで、ヘイヒュヘイヒュ、今日は大丈夫でしょう。石田の工業団地でね信号機赤になりましたんでね、一回ここで止めます。ダメだ、鼻をかまないと。じゃあ動画の方は止めます。はい、日光市にね入ってきました。この信号を右に曲がると、霧降道路になります。ここから先はねつづら折れのくねくね道路ですね。今は県道になってますね。何号線と書いてあったかな。ちょっと雨降ってるんでしょうかね。路面はウェットですね。ただ落ち葉は落ちてないです。路面ウェットでね落ち葉がいっぱい落ちてるとちょっと怖いよね。
ね、周りがね綺麗ですね、路面はね。日円は路面ひどかったけどね。日円は路面ひどかったけど、ここは綺麗ですね。ちょっと無理だな。はい、サードに落としました。およそ 700m 先、斜め左方向、栗山霧降り高原方面です。キニフリの昔のね、キニフリ有料道路になるのかちょっと忘れちゃいましたけどね。ここはまだ普通の県道なんかな。およそ 300m 先、斜め左方向、栗山キリフリ高原方面です。霧降りの滝になってますね。この辺からがあれかな、昔でいう有料道路になるのかな。この先しばらく道なりです。ちょっと朝早いんでね、紅葉の色が分かってない、分かんないよね。今6時半ですね。先ほどね、太陽が出てきたようなんですけどね、来ちゃいましたね、上の川からね。結構近いんですよ。特に119号は使わずね、裏道を走ってくると信号機ほとんどないんでね、気持ちいいですよね。チロリン村昔ね、チロリン村なんてのはテレビの人形劇かな、チロリン村とクルミの木なんてね、ありましたからね。その後のひょっこりひょうたん島が結構有名になったんかな。バイクが来ましたね。そんなに大きいバイクじゃないな。出たんでしょうね、私見落としました。40キロです。道路標識じゃなくてね、路面に書いてあると分かりやすいよね。進んでますね。ただ路面が濡れてますんでね、ゆっくり行きましょう。地方傘マークはなかったんですけどね。
昨日行った那須塩原と同じぐらいの感じですかね、紅葉はね。やっぱりもみじが一番、目立ちますね。ばっかり見てるとね、今度ギアチェンジが間に合わなくなっちゃうんですけど。ヘアピンならね、セコでないと曲がれないし、普通のカーブだったらサードでも曲がれるし、その辺のね判断がね、つきますからね。だけど駐停車禁止だよね、他の車もあるんでね。まあ、景色がいいからって言って車の方に止めて写真撮影は NG だよね。当たり前だけどね。いや、正面の山の稜線が綺麗ですね。でもこの先ちょっと広くなってんのかな。この辺もいいですね、景色ね。景色はいいんだけど撮影はできますし、駐車場あったような気がするんだけどね。あ、綺麗ですね。ここが一番綺麗かな、こういうような。日円より霧降りのが綺麗そうだね。よいしょ。ここはまあまあ、まあ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 ですね。天気が良ければね、もうちょっと鮮やかなんでしょうけどね。ちょっとまだ朝日なんでね、明るくないし、ちょっと微妙なところですね。コントラストがあるんで、明るい方にカメラのオートフォーカスっていうか露出になっちゃうんですね。だから画面全体がちょっと暗め、そうすると色がよく分かんないんだよね。まあ、今携帯のカメラで撮ってますんでしょうがないよね。まあそのうち考えてるのがね、バケットシートがかなりへたっちゃってるんで、フルバケにしてね、助手席にがっちりなんか固定する金具を考えてるんですけどね。まだ年金生活なんで、YouTube の方からお金もらってないんでね、ちょっと金銭的に余裕ができたら考えようかななんてね思ってますけどね。一応今年の7月か7月で、ちょっとこれ電脳が大変そうだよね。やめよう。
反対側に駐車場あったんですけど、ちょうどカーブの頂点なんですよ。なんでね、ちょっとこれ出るの危ねえなと思ってやめました。カーブの一番奥が出入り口なんでね、おいおいこれって危ねえだろって感じもしないでもないんだよね。一応定期バスが走ってるんですね。バス停がある。この右側も綺麗だね。あの日円と違ってなんか瞬間瞬間ですけど、見晴らしのいいところもありますね。さっきからついてきてる車に追いつかれちゃったな。ちょっとペース上げようか。新車なんでね、アクセル踏み込めばどん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 上がってきます。およそ700メートル先、目的地付近です。700メートル先、なんか駐車場あるみたいですね。一応駐車場と公衆トイレがある場所を、まあ、目的地にしたんで、ちょっとそこで、動画を撮りたいと思います。右側開けてますね。およそ300メートル先、目的地付近です。間もなく目的地です。あ、ここか。通り過ぎちゃったかな。上からも入れんのか。間もなく目的地付近です。車結構上がってきてますね。よっこいしょ。おおおお、結構多い。ルート案内を終了します。おいおい、よっこいしょ。おー、車いっぱい止まってますね。よっこいしょ。おいしょ。あー、ダメだ、満車だ。車満車ですね。下行かないとダメだね。よっこいしょ。よいしょ。この時間で満車です。わー、ここちょっと降りた左側にあるんだよね。さっきちょっと通り過ぎちゃったんですけどね。はい、ここを降りた左側。もう満車か？なんか満車だね。満車そうだね。まあ季節だからしょうがないよね。あ、開いてた開いてた。ちょっと開いてましたね。2台ぐらい開いてたな、ちらっとな。よいしょ、ライト消しちゃおう。まあ、駐車スペース以外にもね、ずらーっと並んでますからね。よいしょ、どこだどこだ。確か道路の川だよ、道路側だよね。よいしょ、あった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 。よっこいしょ。あ、何台か止まりますね。アルトワークスの隣に止めましょう。これアルトワークスですね。よっこいしょ。よいしょ。わあ、もうこの時間に来てるんだね。もう暗いうちに来ないとダメだね。いや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 。はい、よっこいしょ。
じゃあちょっとね、表出て動画を撮ってきます。